ソニー・シアキはアメリカ合衆国の元プロレスラー。アメリカ領サモア・パゴ・パゴ出身。3歳の時にハワイへ移住している。ニューハーノバー高校を卒業後、奨学金をもらい、イーストカロライナ大学へ入学して、フットボールの選手として活動しながらも体育学を専攻していた。フットボールではインサイドラインバッカーのポジションについており、 NFL での活動を考えていたが深刻なけが、追ってしまったために諦めている。1999年初頭に、学校の友人であるロディを通して、WCW パワープラントでのトライアウトを受け合格し、WCW とディベロップメント契約を交わしている。8ヶ月のトレーニングを完了し、WCW サタデーナイトでアラン・ファンクを相手にデビューしている。 デビュー後は、サタゲーナイトのレギュラーになり、そこで、パワープラントの卒業生と試合をしたり、WCW サンデーや WCW マンデー、ナイトロにも登場したりするようになる。しかし、WCW の起用法に不満を持つようになり、WCW から去っている。WCW 離脱後は、カリフォルニア州のアーバンレスリングアソシエーションに、マネーのリングネームで登場するようになる。 しかし3 0 0 9ヶ月後に、ウアは、潰れてしまったためにターンバックルチャンピオンシップ、レスリングに参加し、団体オーナーである、ダスティル・オーデスの下で、再び、トレーニングを受けている。2002年6月にティネの PPV にフライング、エルビスズとして、ジミー・ヤン、ホルヘイ・ストラーダと共に、PPV に登場しているが、エルビスズは8月に分割され、シングルへ転向している。 11月には、ジェリーリンを破って、ティネ、X ディビジョン王座を獲得しており、2003年2月に、キッとキャッシュに破れるまでタイトルを維持していた。7月には、ディーロ・ブラウンと交想を経て、エクモとタッグ活動を開始するようになるも、エクモが、太陽ケアの誘いにより、全日本プロレスに参戦するようになったために、自然解散する。2004年4月にサイモンダイアモンドと、 クミグレン・ギルバーツとジョニー・スウィンガーと交想をし、2005年に、ハイルとアポロとタッグを組むようになる。4月のロックダウンでは、ランス・ホイットとクリス・キャンディードと、スチール・ケージ・マッチで対戦している。その後は、ダイヤモンズ・イン・ザ・ラフトの交想をベースに活動していた。12月に契約が切れると再契約をせずにそのまま、離脱している。ティネ脱後に WWE と、契約。 2006年2月に、下部組織の DSW でデビューするも負傷してしまう。同月下旬に、国空市秋のリングネームで復帰、エリック・ペレスとタッグを組むようになり11月には、DSW タッグチーム王座を獲得している。タイトル陥落後はエリックは、RAW のハウスショーで働くようになったため、アファーノアイジュニアとタッグを組むようになったが、 再び負傷したためツアーから離脱してしまっている。アファジュニアとは2007年4月近くまで続いた。DSW 離脱後にアファとサモアンファイトクラブとして WWE の株組織の FCW で再デビューするが9月中旬に株組織からリリースが発表された。リリースの理由はレスリングの問題ではなく個人の問題としやき自身が発表した。 2008年9月、弟のバーナードに自分の肝臓を一つ提供するためにプロレスからの引退を表明。医師に肝臓が一つではプロレスを続けることはできないと言われたため1 0年のキャリアに終止符を打った。ありがとうございます。